エリック・ラーセンエリック・ジェイ・ラーセンはアメリカンコミックブックライター、アーティスト、出版経営者である。マーブルでのスパイダーマンの作品で知られており、1990年代前半以降はサベッジ・ドラゴンとイメージ・コミックスの共同経営者の一人として有名である。自身のスタジオはハイブラウエンターテインメントである。ラーセンはミネソタ州ミネアポリスに生まれた。 彼は、ワシントン州ベリンガムとカリフォルニア州アルビオンとで、育った子供時代に、キャプテン・マーブルのごとく魔法の言葉で、スーパーヒーローへと変身し、マッハ5号のマッハ号を模倣した車を運転する、バットマンから拝借したようなザ・ドラゴンというキャラクターが、主演する何冊かの漫画雑誌を刊行した。彼と二人の友人たちはこのキャラクターを登場させた、グラフィックファンタジー、なる。 同人誌を発行している。ラーセンの最初の対価が得られた仕事は、アンソロジー、メガトン、市場のヴァンガードという特集記事での出版社のゲイリー・カールソンとの協調及び差し入れであった。第2号で改訂版、ザ・ドラゴンがデビューし、続刊の2冊にも登場した。ラーセンは AC コミックスのセンティネルズ・オブ・ジャスティスとエクリプスコミックスのザ・ DN ・エージェント』執筆を続けた。 彼が DC コミックスで手掛けた作品は、i アウトサイダーズ・ティーン・タイタンズ・アドベンチ e s ーズ・オブ・スーパーマンそしてドーム・パトロールである。マーブルに関してはアメージング・スパイダーマンの代役の物語とパニッシャーの5冊がある。マーブルコミックス・プレゼンツのノバのストーリーは発行が承認されていたが、新刊のニュー・ウォリアーズシリーズに登場するキャラクターとの 整合性がなかったため、制作中止となった。彼は、以前に、アメージング・スパイダーマンの第287、324、327号の原画を描いていた関係で、トッド・マク・ファーレンの公認として、第329号を担当した。作家のデイビッド・ミッチェリーニトラーセンによって、当シリーズは、ザ・コズミック・スパイダーマン、ザ・リターン・オブ・ザ・シニスター6・シックス。 ザ・パワーレス・スパイダーマンなどの各話で売り上げの向上を記録した。彼は第350号をもって当タイトルより去り、第351号からをシリーズの大黒柱であるマーク・バグリーに託した。ラーセンはピーター・パーカー、スパイダーマンで再びマク・ファーレンの公認となり、6冊組でストーリーの展開するリベンジ・オブ・ザ・シニスター6・シックスの脚本と作画を担当した。 自らが想像した著作品のより強固な管理と利益等を求めて、ラオセンと他の6人のイラストレーターは、イメージコミックスを創設するために、マーブルを去り、彼はそこで、サベッジドラゴンを主役にしたシリーズを開始した。彼は、サベッジドラゴンの原作、作画をこなしながら、時折、マーブルに戻って、ファンタスティック4、ザ・ディフェンダーズ、ウルバリン、および、ノバなどのタイトルも、 同様に執筆していた。また彼は DC のアクアマンも手掛けている。2004年、ラーセンはイメージコミックスの経営者となり、イメージの他のパートナーである作家たちと彼らのスタジオによって発行されたすべてのコミックスの責任を負うこととなった。2008年7月にラーセンは経営責任者を辞任し、専務のエリックス・ティーブンソンが同職に昇格した。 コミックブックウェブサイト、プロジェクトファンボーイのインタビューで、ラーセンは、利権争いによるクーデターという噂に根拠がない、ことを、経営責任者を辞任する彼の事情を挙げて、説明した。ファンは、もっと、サベッジドラゴンを求めていたし、そして私もより、サベッジドラゴンに力を入れたかった。しかし、フルタイムでの経営者と漫画家の効率的な両立は、不可能だった。 何とかしなければならない。もしイメージが正しい方向へと進んでいる心地よい場であるなら、そしてエリックス・ティーブンソンはその速度と準備とが完璧だった。だから良い潮時だと思えた。ラーセンはエリックス・ティーブンソンがその仕事に最適の人材で、彼が彼自身と同様にジムリーの副司令官でもあり、イメージコミックスの設立当初からずっと信頼していると、 プロジェクトファンボーイに語った。ラーセンは結婚しており、妻のジャニーと二人の息子、クリストファーとジョセフがいる。エリック・ラーセンを名乗る、全く別のアーティストが、スカンディナビア版、ザ・ファントム・コミック誌の表紙を描いているが誤解なきように。ありがとうございます。